大仙街道ふるさと館は、神奈川県川崎市高津区にある博物館である。川崎市における脇王館の一つである、大仙街道に係る歴史、民族等に関する資料を予び強度に、ゆかりのある人の美術、文学等の作品等の展示を行うとともに、市民に学習の場を提供し、もって市民の文化の発展に寄与することを目的とし、川崎市によって整備されている。 1992年8月開館、旧交通町役場跡地に建設された。大仙街道沿いの場所に3階建てで建築されている。1階と2階に展示スペースがあり、郷土に関わる資料やゆかりのある美術、文学作品や郷土史研究家の資料、著書、高津区内の市民の作品などが展示されている。2階にはイベントホール、3階には和室第、第一。 第2会議室がある。また、年6回で、同館自身による活動報告や行事予定などのふるさと神田よりを観光している。開館時間は9時30分から21時30分。休館日は12月28日から1月4日となっている。林地が聖火である浜田商事の下うしろがかり鉢などが展示されている。館の入り口には、 伊豆市で作られた高畑不動尊道の道標が展示され、その左側面には、西大仙道文政十二期中年三月吉日と刻まれている。双子村の石膏、尾又松五郎の作と考えられている。川崎市大仙街道ふるさと館活動報告書。ありがとうございます。